平野紫耀ソロデビューへのステップ、ナンバー I の爆発力が飛べに求められる未来。2023年10月15日、元、キング、リンチェプリンス、岸シウタさん28歳が、滝沢秀明氏41歳の、プロダクション、とー飛べ、加入し、新しいグループンウンベル、ナンバー I を、結成しましたタップ。これにより、平野紫耀さん、26歳、 ドジングージ・ユータさん、25歳という3人が再び一つのステージで活動することを発表しました。この記事では、ナンバー・アイの未来と平野紫耀さんのソロデビューについて探求し、彼らの爆発力が飛べに求められる未来に焦点を当てます。平野紫耀のソロデビューの噂。平野紫耀さんは、ジャニーズ事務所を脱退した後、 飛べへ合流し新ししし新いグルーープナンバーアイを結成しましたその一方で彼のソロデビューについても多くの噂が流れています。事実、2023年7月には平野さんがすでにソロ曲を収録済みであると女性セブン氏が報じました。この情報から平野紫耀さんがソロデビューに向けて進んでいることが伺えます。平野紫耀さんは その高いダンス技術とエンターテイメント性で知られ、ソロデビューが実現すれば、その才能をさらに開花させる機会となるでしょう。特に彼は以前から世界進出を目標に掲げており、ソロデビューがその目標に近づく大きなステップとなることでしょう。しかしながら、平野志耀さんは自身のソロデビューについて話す際、 個人の成功だけでなく、グループ、ナンバー・ I の成功も念頭に置いていることが伺えます。この意識の下で彼はソロデビューに向けて進んでおり、その精神を示す形となるでしょう。飛べの苦戦と、ナンバー・ I の未来。飛べは、滝沢秀明氏が主催するプロダクションで、多くのジャニーズアーティストたちが新たなステージで活動しています。 しかし、最近の数字を見ると、一部のアーティストたちが配信で苦戦していることが明らかです。例えば、元 V6 の三宅健さんや元キスマイフト f 2の北山博光さん、7人組グループ,プ IMP などがトベで活動しており、デジタルシングルをリリースしています。 しかし、これらの楽曲がオリコンの週刊デジタルシングルランキングで上位にランクインすることは難しい状況です。これに対し、ナンバーアイには平野志耀さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんといったジャニーズエンターテイメントを代表するメンバーが所属しており、彼らの成功が期待されています。ナンバーアイの未来は、 彼らがどれだけの爆発力を持っているかにかかっています。平野志耀さんのソロデビューは彼自身のキャリアだけでなくグループナンバーアイという新たな挑戦の未来を担うものと言えるでしょう。飛べのアーティストたちへの期待。飛べはジャニーズ事務所を離れたアーティストたちが新たなステージで活躍できる場所として期待されています。滝沢秀明氏のもとで これまでの活動とは異なる形での挑戦が行われています。これにより、アーティストたちは自身の個性を最大限に発揮し、新たなファン層にアピールできる可能性を秘めています。平野志陽さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人が結成した新グループ、ナンバー I は、彼らの成功が期待される新たな挑戦です。 平野志耀さんのソロデビューもまたジャニーズ事務所を離れたアーティストたちが新たな可能性を追求する中でのステップとなるでしょう。彼らの爆発力が飛べに求められる未来に多くのファンが期待しています。彼らの音楽とエンターテイメントがさらなる高みへと導いてくれることを願っています。